9日ぶりに病気から復活したので、お祝いにプレゼントを買いに来ました。リミの好きなやつ。買いませーす。ミ、これは結構やばくない？怖い。あ、こういうやつかな。そんなカービィじゃないかな。何これ？リーダー？結構いい値段する。1800円。あー、好きそう。何これ？サングラス。サングラス。好きそう。何これ？プロテインの漫画があるよ。え、しかも10巻目だ。じいちゃん漫画好きだしね。この本が世界にやってきたって。ハイカラウォーカー。オクタエキスパンションで本あるの。そこをタップしたらね、元の世界戻れるの。その本が読めるの。すごい。なんとかなんとか。リンゴ？本？漫画？本。リンゴの本。リンゴはなんとかなんとか。きしょー。これ好きそうだね。何これ。これ絶対喜ぶでしょ。ね。多分叫ぶと思う。これ。いくら？900円か。マイヤン。わーって言いそう。わー。スカイピース。ネオちゃん。ネオトークショー。しーちゃん、ネオちゃんも見てるの。これいいんじゃない？これか。ね。怖くない？箸置きだって。これが箸置き。やばいこれ。じゃあ醤油入れるやつ。ここは。面白いじゃん。やば。やば。トイストーリー。すごい。なんかトイストーリーって最近エイリアンしか聞こえないのばっかりだね。人気なんだね。かわいいランボ。本当だ。ランボ空飛べるんだよね。うん。
飛び方の。飛んでた、すごいね。すごいでしょ。やばいこれ。ミミすごいコップ発見。見て。うんちのコップ。やだ。食べるといいね。これで打ったな。うん。ね。じゃあ頑張って出ていこう。これとこれね。うん。なんで？え、なんでポップコーン？しーちゃんに？でもこの後ご飯だよ。多分。いいよ。やるんだよ。やだよ、恥ずかしい。やっちゃう。しっかりした。どうしましたじゃん。もう少しでできるよ。ミミポップコーンできた。じゃあしーちゃんにあげよっか。食べたいだけ。味見。なんでミミでも食べたの？しーちゃんのためにアンパンマンポップコーン。プレゼントする？とっても恥ずかしいプレゼント。やだー。うん。あ、そうなんだよね。これもらった。リミが食べたかっただけでしょ、ポップコーン。どう考えてもリミが食べたかっただけ。携帯屋さんで携帯ケース見てたの。大喜びか、泣くか、どっちか。大喜びでしょ。大好きなバイエン食べ終わっちゃった。嬉しい。まだあったんだけど。え、そう、まだ、まだあんの？バイエンの顔があって、その下になんかあったじゃん。あ、嬉しい、かわいい、見て。あれ、何これ？リップ、リップかわいいじゃん。かわいい。サラ、あのリップキラッと保湿ケアだって。そうそうそう、かわいい。大好きなリップ、大好きなリップ。最近メイクにハマってるからね、ちょこちょこね、つけてるのね。ママのところからね、勝手にね、これ貸してとかね、来るの。最近メイリン、リンじゃないや。あれ、あれ、リミに間違えちゃった。飛ばないでよ、しーちゃん。あっちじゃなかったっけ？もう一個向こうかな。落ちてない。
あれのこっちじゃないか。あ、でもスマホケースがある、ここだ。ここだよ、あれ。届けられてるかな。ポケットとか本当なかった？なかった。コートの。なかった。じゃあ、 あのサービスカウンター行こう。じゃあしーちゃん電話かけるよ。うん、かけて。走ろう。ありがとう。あっ、すずめ。しーちゃん。ちょっと。よかった。見つかるまで帰れませんだったの。ちょっと。やばい、よかった。ダメだよ、もうやっちゃん。膝に置いてたんだよ、ここに。優しい子ちゃん。耳がさ、なんかボコってあったから触ったら、シーちゃんが来て、あ、もう置いたの。置いたの？だからだよ。見つかったから言った。耳もさ、やばい、私置いたって思ってたんですよ、心の中で。ちゃんちゃん。